海蔵です。イラストレーター超初心者講座番外編です。背景を、トンボサイズでチェックの柄をこう配置しています。これはクリッピングマスクを使って画像をマスクしています。塗り足しサイズにぴったりなるようにマスクをかけています。なので画像は大きいですね。実際の塗り足しサイズよりは 大きい画像です。で、この画像をマスクを使わずに、ぴったり配置することを、やってみたいと思います。マスクを使うのはですね、この画像がぴったり A4 とか A3 とかになってるっていうことが、ほぼないものですから、その画像にマスクをかけて見た目でこう揃えるっていう効果が、その方が簡単っていうことなんですけど、画像そのものをぴったりするっていうことをやってみたいと思います。では、この画像をフォトショップで開きます。チェックの柄を開きました、フォトショップで。で、これはイメージ、画像解像度で見ると幅が297、高さ209で、大体 A4 サイズですね。なんで、これを、そのまま貼ると塗り足しの、サイズよりは小さいですね。なので、これを塗り足しサイズプラス6ミリ、大きくしないといけません。なので、幅のところに303とすると、高さに自動で214.21となりました。これは、自動でなるのは縦横比を固定にチェックをしているので、自動で入力されます。で、縦横比を固定っていうのは、チェックする習慣をつけた方がいいと思います。というのが、チェックをしなければ、ここに好きに入れられるんですけど、変倍がかかりますね。例えば高さ300すると OK すると、チェックの柄が伸びましたよね。今コマンド Z、 チェックがこういうふうに伸びちゃいました、縦に。なので、こういうふうに変倍をかけないために縦横比をチェックします。画像解像度で、縦横比を固定して、幅は303、拡大して OK すると、横が塗り足しサイズになったんですけども、縦がちょっと足りないですよね。で、そういう時にではどうするかとすると、もうちょっと拡大します。イメージ、画像解像度で先ほど303幅を入れたんですが、高さが足りないので、高さを216とすると、幅が305になりました。想定している303よりは大きくなりました。これで OK、 拡大して、そして、この画像のもういらないとこは切り取るというイメージで、イメージからカンパスサイズで基準点を端にします。ここでは左上にして、幅を303にして、今2ミリ分、幅の右側2ミリ分がもう削られますよってことなんで、これで OK します。すると、新しいカンパスサイズが現在のカンパスサイズよりも小さくなるため、画像の一部が切り取られますと出るので、速攻すると、画像が切り取られました。ちょっとチェックだとわからないので、後で違う画像でこれもう一回やります。
なんですけど、イラストレーターにこれ貼りますね、一旦別名保存して貼ります。はい、イラストレーターに戻って、今見えてるのがクリッピングマスクで配置しているチェックなんですが、これを一旦レイヤーで非表示にして、新規レイヤーに先ほどの画像を貼ってみたいと思います。配置、ファイルの配置から画像を貼ります。そうして変形パレットの基準点を左にして、X に塗り足しなのでマイナス3、マイナス3、はい、すると、まあクリッピングマスクを使わなくても揃いました。まあフォトショップのデータなんで誤差はありますけど、まあ大体これで揃いましたね。はい、では、先ほどの縦横比の話を違う画像を用いて説明してみたいと思います。こういったお茶漬けの画像があるとします。これはイメージでサイズ、画像解像度でサイズを見てみると、幅が169と高さ225ですね。で、これは A4 の比率ではないです。縦横比を固定を外して、幅に塗り足しの分は置いといて210として、高さ197と A4 サイズを入れるとどうなるかというと、このようになりました。とコマンド Z して見てみます。コマンド Z、画像を変倍かけてしまってるんで、こういったことは避けましょう。では、どうするかというと、余計な部分はもう切り取ってしまうっていう発想にします。で、まずですね、イメージから画像解像度で縦横比を固定にチェックを入れて、大きい方に合わせて拡大します。ここでは高さ297、すると幅が222になりました。足りない分、高さの方が足りなかったんで、高さを A4 サイズにすると幅は222なので、 A4 よりちょっと大きくなりますよね。で、 A4 よりちょっと大きく、ちょっとというか大きくなるように入力して拡大 OK します。すると、A4 よりも幅が大きいですね、この画像は。そして次にイメージからカンパスサイズを選びます。ここでは左下の画像を残したい。左下を残していらないのは上と右ということにしてみたら、左下、基準位置の左下のところにチェックを入れて、幅が大きいので210、そうすると OK、新しいカンパスサイズが現在のカンパスサイズよりも小さくなるため、画像の一部が切り取られますと出るので、切り取っても OK ということで続行すると、余分なというかいらないところは切り取られて、比率は保たれました。その縦横比を固定とかっていうのはちょっと慣れるまでもしかしたら難しいかもしれないんですけども、大切なことなので、気を使いながら知らない間に画像が変倍にならないようにっていうことを意識して、見てください。以上です。ありがとうございました。みぞうでした。チャンネル登録もお願いいたします。